セツイリエフォンプロイセンは、ドイツプロイセンの旧統治者カモン・ホーエンツ・オレルン家の一員。ドイツ皇帝、プロイセン王・ビルヘルム二世の孫娘の一人。全名は、セツイリエ・ヴィクトリア・ナスタジア・チタティーラ・アデルハイト。ビルヘルム二世の長男、ビルヘルム皇太子と、その妻で、メクレンブルク・シュベリーン大公フリードリヒ・フランク三世の娘である、セツイリエ皇太子との間に、 第六子、次女として生まれた。1918年のドイツ革命後も、母親やケイシと一緒にポツダムに泊まり、少女時代はエールスの城で育てられた。1932年から1934年まで、ハイリゲングラーベの宗教系女学校に在学し、その後はプロイセン文化財機密国家公文書館で勤務した。第二次世界大戦中には、 ポツダムの野戦病院の薬局で働いたり、ドイツ赤十字社の看護助手を務めた。対戦末期、ベルリンに赤軍が迫ると、親戚のヘッセン対抗家を頼って、ボルフスガル天井に避難した。1949年、アメリカ占領軍の主管で建築家のクライド・ハリスと結婚し、夫の住むアマリロに移った。夫妻は娘を一人設けたが、 セツイリエは1958年に夫に先立たれた。1975年に、ケイニヒシュタインで、病気療養中に急死し、ヘヒンゲンのホーエンツオレルン城内のザンクト、ミハイル両方に葬られた。ありがとうございます。